カズサホの井戸掘りやぐらカズサは人力で掘り抜き土を掘削する工法である。明治時代の初期にカズ地方で考案された掘り抜き土の掘削技術で細長い鉄管とそれを地中の穴に吊るす竹製の肥後を基本的な用具とし用具の自長を利用しながらもっぱら人力を頼りに地下を掘り進み耐水層にある地下水を掘り当てる技術である。 数サボリリで目的の地盤を掘削するには、まず掘削した穴に粘土を混入した水を注入しつつ、鉄菅を人力で突き下ろして掘り進む。この鉄管は、竹ひごで櫓から吊り下げられ、竹の弾力を利用しつつ、人力で幾度も地面に突き下ろして掘削する。鉄管は下部に弁を内蔵し、上下に排水用の小穴を開けてあり、鉄管の上げ下ろしに合わせて弁が掘削した土を、 内部に取り込む。適宜地上まで釣り上げて残土を排出する。数サ地方の例では、1分に50回程度、ストローク幅は15センチ程度であり、1日に5から6メートルほど掘り進めることができる。道具立てが簡単で、創業安全性にも富んでおり、技術の習得が容易なことから短期間に普及した。いわゆる人力による鉄管のボーリング技術の改良であるが、 第二次世界大戦前後には手月から動力へと変化した。数サボリリに用いられる用具は、掘り作用の鉄管と掘りくず浚渫用の水庫と呼ばれるブリキ等、これらをつないで操作するための先竹製の品を鉄管の先端に装着するのみ粘土水などである。岩や、歴の地質には鉄菅の代わりに鉄棒を用いる。粘土水は、鉱壁の崩壊を防ぎ、 穴のままでの掘り、柵を可能とし、掘りくずの浮遊を助け、のみ先の冷却といった働きをする。竹ひごは、妄想地区を幅2から3センチに割いたもので、掘削深度の増加に伴う用具の重量の増加を防ぐ。時代が下ると、羽ね着や種木の導入による省力化が進み、ひご車によるさらなる省力化と用具収納が進んだ。 カズサボリリの作業は丸太で矢倉を組んだ足場で行われた。カズサボの用具が重要有形民族文化財に、カズサボの技術は重要無形民族文化財に指定されている。規定3メートル3メートルほど、高さ約10メートルの矢倉を建てる。その一方に、計約4メートルの木製、多角形の踏み車を、踏み車の髪型に数本丸丈、丸竹か 杉丸太を束ねたはネギを設ける。は、ネギに妄想地区の皮付きのまま作った幅4 9ト、mm、ル厚さ1 0ト、mm、ルのエネという先丈を連結させ、のみをかけ吊るした木根を吊るす。操作はすべて人力で、は、ネギの弾性を利用して、地区間を上下させ、またよりのみに衝撃及び回転を与え、のみ進するものである。地区間及び、のみを、 穴から引き上げるには人が踏み車の内部に入って踏み板を踏み地区間を巻き取る。大分県別府市の別府温泉では明治12年頃にこのかずさ掘りの技術が導入され岩盤の硬い地質に合うように改良された結果明治30年頃から人工的な温泉掘削が盛んとなり温泉地として発展した。 このような温泉掘削をゆずきと言い、明治9年にはすべて自然輸出であった、泉源が、明治44年には自然輸出船が17箇所であったのに対し、掘削船は76箇所となった。ゆずきは、機械化が進む昭和20年頃まで行われたという。大正から昭和初期にかけて、同市で温泉開発に携わった千葉県出身の、 上ズ堀職人の温泉掘削用具計394点が別府市に寄贈され残っており、全国有数の温泉地として知られる別府の歴史を伝えるこれらの資料は2020年別府の湯付き用具として登録有形民族文化財に選ばれた。鎌倉市岩瀬の岩瀬下の防災公園にある上ズ堀の井戸鉄棒の先端を加工して衝撃を加えながら地下を掘る。 パーカッションボーリングの原型とも言える手法は世界各地で試みられてきた。日本における井戸の掘削法は江戸時代まで人が直接穴に入って掘削するものだった。だが、この工法で掘削できる深度は30メートル程度が限界で危険な作業であった。江戸時代には太さ2寸の鉄棒を連結させ人力で突き崩しながら掘る大阪掘りという方法も 用いられた。しかし、大阪堀は、深く掘れば掘るほど、鉄棒の重量が重み、人力で鉄棒を持ち上げる限界が、屈作心の限界という欠点があった。明治時代になると、鉄棒を上下させるために、竹の断性を利用する手法が考案され、やがて、カズサ国の防田軍、シス軍一体でカズサ堀へと発展したとされている。文献によれば、 シス軍中村の池田急蔵が文化14年頃に掘り抜きによる井戸作に成功したとされ、池田が翌文政元年に地元の大宮寺の井戸を掘り、その際に寺に奉納した著書と井戸満記が残されており、少なくとも池田が和ズ地方における和ズ掘りの先駆者の一人と考えられている。和ズ地方の地勢は大地が大半であり、 川は大地を侵食する深い谷底を流れるため、畑作地帯や村落が営まれる、大地上は水理に恵まれない。農業用水や生活用水の必要性に迫られ、井戸掘りの技術が発達した。数ずさ掘りは少ない機材と人員で容易に掘削芯を伸ばすことができることから、19世紀末にかけて爆発的に普及し、1887年前後には、 掘削用の鉄管に細いキタケ製の肥後をつないで、突き下ろすという上相堀り独自の方法が成立する。英国人、フランシス・ジェームズ・ノーマンは1888年に来日して、旧聖地場県人常中学校の英語教師をしていたが、カズサりの技術を知り、カズサシステムと題した本を1902年にインドで観光し技術解説、紹介をしている。この本は、 当時のカズサホリの記述を詳しく知る貴重な資料として2009年に翻訳本が発行された。AB、カズサホリの技術分解サーオンライン。文化 .2.ac.jp。2020年7月11日閲覧。ABCDFGHIO e 島明けを、カズサボリリ、掘り抜き移動ホール。土と、基礎第41巻第9号。土質工学会。 1993年9月7から12ページ。ABC カズサホリの用具文化遺産オンライン。文化 .2.ac.jp 2020年7月11日閲覧。ユサユき、カズサホリ別府温泉時点別府温泉地球博物館。2018年5月23日閲覧。ユサユき、最初の掘削 別府温泉辞典別府温泉地球博物館。2018年5月23日閲覧。温泉屈作。別府式技術や歴史知って。市教委が冊子発行。大部合同新聞。 H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ w. 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 O. I. T. A. P. R. E. S. S. C. O. J. P. スラッシュ一零一零零零零零スラッシュ二零一八スラッシュ零五スラッシュ二二スラッシュ j. T. で。零五六九二八零一六二零一八年五月二十三日閲覧。壇上達を第五小温泉。 湯けむりの民族学的概要第一説、別府温泉と、かずさ掘り、文化的景観別府の湯けむり景観保存計画、別府市。2018年5月23日閲覧。別府の湯月用具登録有形文化財に、文化審が投身。西日本新聞。 https://www.nishinipon.co.jp:/item:/n:/576591/2020 年1月20日閲覧。abcd No.16 カズサホリ慶洋銀行2019年10月5日閲覧。カズシステムの長者会 J ノーマンの日本における辞席と その著作中の引用文献について、2009年9月30日閲覧、和ず堀鶴岡塾日記、2009年9月30日閲覧、ありがとうございます。